東京パイプバンドの加瀬さん、そして私、御社と申します。今、林先生、林住職なんとお呼びしていただくわけなんですけれども、ご紹介に預かりました通り、林先生が校長先生をされてました世田谷学園の現教諭と、それから私はリタイアした教諭ということです。両方とも数学科ということで、別に世田谷学園数学科全部これやってるというわけでございませんけど、たまたま、バグパイプという非常に日本ではマイナーな楽器を演奏する活動をしております。日本帝国の中で先生がですね2人、しかも両方とも数学科の教員がこういうバグパイプをやってるという学校はまずありません。もしよろしかったら世田谷学園にどうぞご入学をお願いしたいと思います。広報活動ということで、バグパイプという楽器、今申し上げました通り非常にマイナーな楽器でございます。多分全国を回しても1000人やってる人がいるかどうかちょっとわからないんですけれども、バンド活動をしている中で、まあ自画自賛ではありませんけれども、私どものバンドが一番でかいバンドではないかなと思っております。この中でバグパイプという楽器をご存知の方どれぐらいいらっしゃいますでしょうか。何人かいらっしゃいますね。ほとんどの方は見るのもそれから聞くのも初めてだという方が多いのではないかと思っております。バグパイプ、実はスコットランドの、私がどものがこの着ているユニフォームはスコットランドの民族衣装というか正装でございます。スコットランド、イギリス本土ですね。前にやりましたロンドンオリンピックのですね、一番最初に確かなでしこジャパンがですね、グラスゴという町でもって、最初の試合をやったと思うんですけれども、そのグラスゴの付近がスコットランドでございます。でそのグラスゴという町は毎年ですね、このバグパイプのワールドチャンピオンシップという、いわばバグパイプバンドのオリンピックみたいなものを毎年やっている場所でございます。私たちも2回か3回、お邪魔したこともございます。バグパイプというこの楽器、日本ではあまり見られないということでしたけれども、至ってですね歴史は非常に古い楽器でございまして、一生懸命口に加えて、息を吹き込んでるんですけれども、私たちが持っているこの脇に抱えているものがこれ袋になっております。で勝谷先生の袋は実は動物の皮でできておりまして、これが確かエルクハイド、鹿革でできております。で私は非常に鹿革って重たいんですけれども、今、科学が発達しておりまして、私は、実は人工皮革ということで、そういういろんな袋が入っております。でこの中にですね一生懸命空気を吹き込むんですね。で肩に担いでいるこの3本のキャンですけども、これドローン管と申しまして、通奏というのもずっと続いているんですね。で手に持っている、それで手を指を一生懸命動かしている楽器がメロディーを奏でる管でございまして、チャンタ管と呼びます。このようにして一つの管から空気を入れて、残りの4本の管から音を出す、いわば通奏低音がずっとバックグラウンド付きの楽器だと思っていただければ結構だと思います。